今日はですね、10月19日、木曜日ですね。木曜日。ですね、時間はね、朝の8時33分ですか。お天気はね、晴れっぽいですね、今日ね。今日はいいお天気になりますね、多分ね。今日はですね、ここプラハをですね、立ちまして、ウィーンの方に行こうと思ったんですけども、ホテルのお兄さんに聞いたらですね、そのウィーンに行く途中になんか非常にいい街があるというので、そこで一回降りてみて見てみます。そういう感じで行きます。それでは今ね、ホテルをチェックアウトしましたね。8時41、2分ですか。このホテルはですね、1泊950クローネですから、いくらなんですかね、4000、しませんね、4000しません。3900円ぐらいですか。非常にお安かったですね。今日はですね、買ったカメラですね、昨日パッキングしまして、段ボール箱に入れましてね、今日それを郵便局に持ってって、あと日本にね、送ります。あとは絵はがきですね。絵はがきを、まあ、何枚か書きましたんで、あとはビデオですね。ビデオを2本、日本へお送りします。だいたいね、今これ駅ですけどね、10分、朝夕はね、10分に1本ぐらいですね、電車がね。昼間はそうだな、15分に1本ぐらい、そんな感じですかね、運行状態はね。こういうとこですね。これから乗ってミュージアムまで行きますけどね。ミュージアムの駅に着きましたね。これからね、プラハ本駅の方に歩きます。本駅の近くにもですね、郵便局があるということなんで、そちらの方に行きますね。あれが多分プラハ本駅でしょうね。近いですね。ここをね、こうやって下っていけば行けますんで、あっち行ってみます。こっちでしょうかね。郵便局のことをこちらの言葉でポスタルと言いますね。ポスタルですか。やっぱりですね、なんか駅の中にあるという噂がありますね。今お姉さんに聞いたんですけども、さっき聞いた人はね、こっち側に駅の向こうだよって言ったんですけど、まあ人によってまちまち。Thank you。人によってまちまちですね。通常ですね、大きな駅には、まあ、郵便局はあるみたいですね。これヨーロッパの常識ですね、多分ね。なんかね、この駅は薄暗いですね。意外と薄暗い感じの駅でございますね。こっちらしいですね。こちららしいですね。これかな？ハガキマークがありますね。皆さん分かります？これかもしれないですね。ハガキマーク。ポスターですね。これは入り口ですね、ポストのね。非常に分かりにくいですね。さっきのはね、閉まってました。Tak to přijde, já nevím, to oni mají té kolegy. Sorry, but here is only 2 kilograms limit. Yeah, and this is 4 kilograms. Only. 私のこの荷物だとですね、重量制限でですね、引っかかりますんで、ちっちゃい箱を2つにします。2個にしましたね。1個は重量オーバーですけど、おまけしてもらいます。気合いで。無事終わりましたね。ここの郵便局レベルだと、ですね、一荷物が2キロを超えると、ダメなんですね。
と言われましたんで、あの2つに分けましたね。2つに分けたんですけども、あの1個が 2.2 キロになっちゃったんですね。でもあの拝ん手を合わせて拝んだら、あのおまけしてくれました。やっぱ拝むのは通じますね。あの2箱でですね、大体2400円ですね。で、2400円で、多分ね、あの航空便を指定すると2倍ちょっとなのかな、5000円か6000円ぐらいになるんですけども、皆さんご存知の通りですね、プラハは周りに海がないんで船便という概念がない、船便はありませんね。ですから、全部航空便になるんですけども、結局、安い方だと着くのが若干遅れるぐらいで、まあそんなに変わらないですね。1週間ぐらい遅れるのかな、そんなもんです。ということで、ノーマルは安かったですね。今ね、こういう掲示板見てますね。で、私が乗ろうとしてるのは、11時5分発タバっていうんですかね、あのタバ行きでございますね。7番線かな、乗ろうかなと思ってますね。こっちでしょうかね。あの時刻表ですね。くるくる回りますね、これ面白いです。ここからね、路線の番号を選んでここで見るとね、朝のね、切符売り場で今日買いましたね。こういう切符ですね。タバーというところに行きますけども、大体2時間半ぐらい乗るのかな。それで値段がね、なんとね、170円、安い。アイスを食べますね。一番大きいやつも15ですから60円ですね。安いです。面白い。そこつけてます。そこ付けアイス。ソフトクリームをね、なんかチョコに最後つけましたね。見ましたか。こんなもんですね。15、60円、非常に美味しいですね。あっさりしてクリーミーでね、美味しいですね。私のは7番線かな、7番線ですね。11時5分発ですね。7番線です。プラハの子供が書いたですね。こんなの書いてますね。一番ドンキクのホームですね。一番遠いところですね。端です。どんな感じですかね。プラハに着いた時は地下鉄で3つ目のね、名前忘れちゃったんですけども、駅で、こっちがプラハ本駅ですね。こっちの方が大きいはずですね。エスカレーターちゃんがありますんで助かりますね、これなんて。この電車くんですかね。多分この電車くんですね。この緑色のね、メトリーの、ね、電車に乗っています。時刻表で見てますとですね、この電車はね、タバーって言うんですかね、1時53分に着きますね。4時53分、結構乗りますね。3時間近く乗りますね。3時間近く乗ります。あとね、まあ15分ぐらいありますね。まだ待ってます。プラハの車掌さんは後発なんですかね。発車ですね。11時5分、定刻通り発車です。なんつう駅でしょうかね。よくわかりませんね。各駅停車の電車に乗ったんで。
行きですね。ベネッセフですね、ベネッセフ。ベネッセフという駅でございます。あ、結構乗ってきますね。やってます。あ、結構おりますね。ベネッセフという、時刻表に載ってる大きな駅ですね。他の今までの駅はね、時刻表には載ってませんでしたね。非常に私の持っている時刻表も細かい部分はあまり載ってないですね。大雑把です。出発ですね。ベネッセフ出発です。駅でしょうか。非常に、あ、何人かおりましたね。あ、ちょろちょろちょろとおりますね。非常にこうローカリーな、非常にローカリーな駅ですね。ありがとうございますね。駅なんですかね。人がなんか降りたような、降りてますね。
おじいちゃんおばあちゃんも降りましたね。箱根駅なんですね。非常にローカリーな。おばあちゃんも見てますか。なんかどうしたんですかね。みんな見てますね。人でも引いちゃったんですか。はい、なんか降りる人がいっぱいいますね。この電車はここで終わりなんでしょうかね。私の行くターバーというのはここからなんかバスに乗るというのを噂で聞いたんで、車掌に言われたんですよね。でここで降ります。電車でそのままターバーという街に行けると思ったんですけども、どうもよく分かりませんね。チェコのなんでバスで乗り換えなきゃいけないんだろうな。時刻表だとターバーに着くはずなんですけどね。変ですね。ガテンがいきません。この人数だと多分ね全員降りましたね。ということはね、この電車はここで終わりなんですね。で、振り替えバスみたいなのがあるんですね。なんだよくわかりませんね。バスでしょうかね。こんな。みんな続々乗ってきます。時間は今12時41分ですかね。あと1時間ぐらい乗るんでしょうかね。こういう田舎に来るとね、さすがにあのベンツ BM はないですね。トラパント君が旧東の車がいっぱいあります。出発しましたね。12時45分ですね。車内はほぼ満員でございます。立ってる方もちらほらいますね。まだ出発しませんか。まだ動いてありません。失礼しました。なかなか発車しませんね。なかなか発車いたしません。時間はね、今12時54分ですか。12時54分ですけど、まだ発車しませんね。まあ、やった発車ですね。12時56分発車でございます。こんなに電車とバスに乗ってですね、170円ぐらいですね。170円でこれ儲かるんでしょうかね。心配になっちゃう。今バス停を出発しましたね。1個目のバス停ですね。何人か3人ぐらい降りましたね。こんなチェコのですね、田舎をバスで走るとは全然今日は思ってもいなかったですね。周りはこれ畑ですね。またどっかで降りて電車に乗るらしいですね。なんか英語を喋れるおじさん、多分イギリス人かアメリカ人なんですけども、私に教えてくれました。どういうことなんですかね。途中普通になってるんですかね。どうもこのシステムはよくわかりません。これ線路ですね。線路ですね。一応ね、チェコも一時停止しますね。当たり前ですね。これ何もないですね。競技も何も。こういう田舎道をですね、どうやら線路に並行してこう走ってるみたいですね。どこに行くんでしょうか。全然さっぱりわかりません。結構ね、道路がね、ガタガタですね。ガタゴト揺れます。花はね結構ハードに揺れますね。このバスもね。
ハードに入れます。これ降りるみたいですね、皆さんね。降りましょう。なんていう駅ですね。こんな駅に着きましたね。結構降りてきますね。ここから電車に乗り換えるそうです。こんなバスでしたね。ヘブンに、ヘブンにスラミ。怒ってるおばさん。ジョブブレシ。こんなバスでしたね。ヘブンにスラミ。ヘブンにスラミ。ヘブン。電車は これですね。この電車でいいんですか。こんなような、ね、うわすごい電車ですね。これもね、こっち行くんですかね、よく分かりませんけど、電車に乗りましたね。乗り込みました。出発はいつなんでしょうかね。非常になんかのんびりしてて、さっき乗ったバスもね、日本でいうとね、ちょうどね、私たちが小学校低学年の時にこう修学旅行じゃなくて、なんか遠足で使ったようなバスですか。そんな乗り心地ですね。内装もね、あと走りですか、エンジン性能と、非常に日本の現状からやっぱり25年か30年遅れてますね、見る限り。もう電車もかなりねレトリーだし、システムもね非常にこうのんびりしてますね。田舎に来るともうベンツ BM は当然ありませんね。あれはもうプラハ、もうだプラハはね、あの西側と考えた方がいいですね、首都はね。で地方のこういう町はね、もうほとんど昔のこう良さが残ってるんですかね。例えばあのね電車をちょっと見てみましょうか。非常にレトリーですねこれね、デザインとスクリーンが、何でしょうねこれね、非常にレトリーです。こういうものがまだ残ってるみたいですね、こういうものがね。出発ですかね。どうでしょうか。ここに変なおじさんがいますね。出発でございます。時間は1時34分、うん、失礼しました。何だろう、あ1時34分ですね。1時34分出発でございます。非常にレトリーですね。非常にレトリーな。こんな駅ですね。入れてる。メズノですか？メズノと読むんですよね。どうもチェコ語が読みにくいですね。こういう感じの、ね。何にもないです。まあ、遠くの方になんか町、村かな？なんか、そんな感じ。自動車はもうね、旧共産圏の車ですかね、あれね。あ、どうなってたんですね。こちらから来ましたね。あ、これ赤いのはリンゴですね、リンゴ。今のね。どうですかね、チェコの風景はね。
んな感じの駅でございます。ここが電車来ますね。これ電車を入れ替えるというか単線なんでしょうね。これがこう過ぎ去るのを待ってるという感じですかね。みんな奥歩いてきました。上手ね、来ましたね。 CD ですか、これ何でしょうね。チェコ電車、ちょっと見に行くんですかね。ちょっと見に、あどうかないですね。非常にローカルです、車掌さんにしっかり仕事してます。あ、可愛いお家がありますね。ちょっと抜けるとね、もうね、こういうあの畑になりますね。着きましたですね。タブワですか。タブワ、タブワ、タブワか。こっちですかね。こんな感じでございますけど。階段でね、あの出口まで行きますか。どんな街でしょうね。チェコの地方都市ですか。興味ございますね。チェコはやっぱり全般的にいいですね。あんまり悪いとこがないような気がしますけどね。
電車バスを3時間乗って170円ですからね。ちょっと日本では考えられない値段ですね。駅前でございますね。駅前ですけど、こんな感じでございますけどね。はあ、どんな感じの街なのかっていうのは、インフォメーションとかないんでございましょうかね。人がいますね、これね。何ですかね。ああ、なんか広場ですね。あ、インフォメーションまっすぐですね。インフォメーションね、まっすぐ行きましょう。こんな感じですか。まだまだもうちょっとまっすぐですかね。まあでも車も少なくていいんじゃないですか。非常にいいと思います。なんとなくこっち行くとなんか中心っぽい感じがしますね。行ってみましょうね。こちら側来ましたね。ここなんかこう広場ですね。こっちですかね。あ、なんかショッピングストリートですね、ここね、両脇ね。こっちですね、インフォメーションね。こっちでございますね。こっち行きましょう。こっちですかね。よいしょ。かな。次ですか。デパートみたいなのありますね。これ結構大きな街なんですか。ということは結構距離ありますね。結構遠いでございますね。建物は何でしょうね。何でしょうね。これ何か売ってますね。これね、何でしょうね。まだ歩いてますけどね。どこにインフォメーションがあるんでしょうかね。アジア人は私一人よと、この辺がですね、町のセンターになるんですかね。実質上のね、そんな感じを受けますね。インフォメーションないですね。こっちですかね。プラプラ歩いてますけど、なんかいい街並みがありますね、こっちね。こっち行ってますね。こっちのインフォメーションがあるという噂なもんで行ってみます。感じのいい街並みですね。インフォメーションはこっちなんでしょうか。ハードやってますね。こっちからね、歩いてきましたね。こっち行きます。広場に出ますね。広場でございます。ああ、チェコっぽいですね。この辺チェコっぽいですね。非常に、ここはなんか広場ですね。正面にね、インフォメーションがありましたんで行ってみましょう。ああ、正面の時計はね、24時間系ですね。珍しいですね。ああ、いい街並みも残ってますね。いいかもしれない、ここね。行ってみましょう。まずはホテルね。重たい荷物を置かないともう動き取れないから。ですね、この町にはですね、マップもあったんですけども、ホテルは2つしかなくて、来る途中にあったね、見かけたやつの2つだけだそうです。残念ながらね。だからそっちのホテル行きましょう。お姉さんがですね、もう1軒ホテルがあるんで、連れてってくれるらしいですね。安いです。350です。350ってことは1400円ぐらいですかね、一泊ね。こんな感じの街ですね、上から見てね。これは、時計台ですね、さっき見たね。こっちがいいですかね、こっちがいいね。こんな感じの、こんな規模の街ですね。ちっちゃいですね。
Takže to bude za 350, mm-hmm. Jo? Is it in German? Ne. Ah, English. English. Ah, to nevadí. Čekaj. この辺でしょうかね。すぐそこでしょうか。やるでしょうか。怪しいです。どうですかね。あれ。そうですね。いや、リ。Electric? うん。Bis 4 Uhr? ですね。ここはね、1時から4時まで停電するらしいですね、この街はね。さっきそれを勘違いしちゃって、なんですか、夜は4時から、あ、5時までですかね、1時から5時までは停電タイムらしいですね。私、勘違いして5時から電気が消えるっていうふうに、解釈して勝手にもうキャンセルしますって出てこうと思ったんですけど、親父さんが説得しましたね。違うんだよってことで。まあ、このキッチンもありますけどね。こっちトイレあるんですけど、シャワーをね。でもちょっと今電気がつかないんで、見せられないんですけど、まあ、こんな感じでございますね。これ350、1300円ぐらい ?C32。1350円 ?1300 円ぐらいですかね。安いですね。